皆さんこんにちは、ウクレレプレイヤーの麻生洋平です。今日はスピッツの優しいあの子のソロウクレレアレンジを聴いていただきました。こちらのアレンジなんですけれども、ローリングココナッツ5月号に、タブ譜が掲載されていますので、ぜひそちらを見て練習していただけるといいかなと思います。で、奏法の解説なんかをちょっと、したいかなと思いますので、この後もちょっとしたコツなどを見て、いただいて練習していただけるといいかなと思います。で、僕の奏法なんですけど、基本的にあのフィンガースタイルですかね、ちょっとギターっぽいんですけど、弦を選びながら親指が4弦、人差し指が3弦、中指が2弦、薬指が1弦で弾くことが多いです。この親指、人差し指、中指がこう3に1弦に降りたりすることもよくあるんですけれども、基本的にはフィンガーピッキングのスタイルで弾いてます。まあ、なんですけどタブ譜なので、まず練習する際は例えば親指だけでもこういう風に弾けるようになってますので、最初はこう自分の弾きやすい方法で弾いてあげるといいかなと思います。で、それに慣れてきたら、ちょっとこうノリを出してあげるような奏法に変えてあげるといいんですけど、まあ、ノリの出し方です。模範演奏では僕はこういう風にアタック音をしながら弾いてたんですけれども、これは最初難しいので、まずは例えば親指だけで弾く場合はこの裏拍の部分 1&2&のエンドの部分で、少しこう強めに弾いてあげるというか、まあ、原曲のドラム聴いてあげると分かるんですけど、ドパーンとパーンとパーンとパーンっていう風に、スネアの音が鳴ってるんですけど、そこにアクセントを置いてあげると、あの原曲の元気のいい感じが、出てくるかなと思います。親指だけでアクセントを出すとこんな感じです。まあ、このズンチャッツンチャッっていう雰囲気が乗ってくるといいかなと思います。弦の音を消して弾くと分かりやすいですね。ちょっとドラムの雰囲気を出すように1&2&3&4&、まあ、こういう練習をしてから弾いてあげると弾きやすくなるかなと思います。で、僕が実際どう弾いてるかっていうと、こういう動きの中で弾いてます。まあ、急に難易度上がっちゃうんですけど、基本的にはこうですね、親指、人差し指、中指、薬指が 1,2,3,4 弦全部ついて全部弾いて、でこの人差し指、中指、薬指で 1,2 弦ぐらいを狙って爪を当てると、指のお腹の部分で全部取って、で裏拍で爪を当ててチャって音出すと、ズンチャッズンチャッズンチャッ。なのでまずこういう練習をしてあげるといいと思います。全部取る叩く、全部取る叩く、音消すと分かりやすいです。ドッパッ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 って動きですね。それで弦を選びながら弾くと、という感じになります。まあ、あの言うのは簡単なんですけど、実際やるとこう出したい音、出したくない音があるので、しっかり弦を選びながら爪を当てたり弾いたりしなきゃいけないので結構難しいんですけれども、まあ、まずはあのやりやすい方法で左手の形を覚えてから、これはトライしてあげるといいかなと思います。で、 B メロのアクセントの部分なんですけど、A メロと比べて半分になります。どういうことかっていうと、さっきは1&2&3&4&っていう風にエンドの時にドンパンドンパンって切ったんですけど、 B メロでは1&2&3&4&みたいな感じで 2-4 のタイミングだけアクセントを入れるようにしてます。こことここ、なのでこうやっぱり爪を当てるんですけれども、当てる場所をしっかり選びながら弾いてあげるですね。で、その先がという感じになります。これも同じように感じで、ここも 2-4 のアクセントが入ってきます。続きも一緒ですね。で、この後
というふうに、この6度のハーモニー、副音ですね、この2つの音が下がっていくところがあるんですけれども、ここは1弦を人差し指、3弦を中指で押さえてます。で、弾いたらそのまま下がって、で、下がって、で、スライダー、このスライダーの時にこの指で押さえておくと、そのまま平行移動するだけなので、コードが押さえやすいかなと思います。ちょっとこう肘を中に入れる感じですかね。という感じになります。この6度のハーモニーのところは、アクセントを入れずに、なるべくこの弦の綺麗なこのハーモニーをしっかり聞かせながら弾いてあげるといいかなと思います。次は C のサビのパートなんですけど、こちらは左手はイントロと一緒で、右手のアルペジオが増えた、バージョンになります。まあ、こんな感じですね。で、これが2回続きます。この曲の面白いのは、A メロではこうドッパッドッパッというドラムでドッパン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 、っていう感じでこうすごいこう派手なのに、 B メロに入るとこうちょっと静かになって、でサビになるとさらに静かになるっていう、だんだん盛り下がっていくっていうような構成になってます。まあ、盛り下がるっていうと語弊がありますけど、静かになっていく、構成になってます。これってすごい不思議で、普通 J-POP とかってだん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 サビに向かって盛り上げて、でサビで爆発するみたいなところがあるんですけれども、それの真逆をいく構成 でしかもメロディー、サビのメロディーはあのイントロと一緒で、ドミソファミレファミドミレドドっていう、めちゃくちゃシンプルな、本当に昔の童謡みたいな、すごいシンプルなメロディーです。これ今移動度でドレミって言ってますけれども、キーが D ですね。シンプルなメロディーで、で普通の構成じゃない、だん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 静かになっていく、サビが一番静かっていうような曲の作りなのに、こんなにポップに聞こえるし、現代の音楽として通用するっていうのは、やっぱスピッツってすごいんだなって、やっぱ弾いてて思いますね。すごい弾いてて不思議です。まあ、そういうこう、ちょっとスピッツの面白いところなんかも感じながら、このアレンジを弾いたり、原曲を聴いていただけると面白いかなと思います。で、最後は感想部分なんですけど、ここは、ギタリストになった気分でかっこよく弾いてあげるといいですね。先がチェックポイントなんですけど、カントリーっぽいようなフレーズなんですけど、2弦の11を弾いたら上にチョーキングですね。ウクレレでチョーキングって結構大変ですけれども、しっかりこの2弦の11の音が12の音と同じになるように、で下げると、チョーキングアップして1弦弾いたらチョーキングダウンして3弦の音、それがそのまま平行移動して、また同じ動きですね。まあ、ここら辺、すごくこう弾き応えがあるところなので、この音程注意しながら弾いてあげるといいかなと思います。で、その続きが、ちょっとこう、なんかサイケなフレーズっていう感じがします。で、その続きが、っていう風に繋がるんですけど、ここがよくロックで出てくるフレーズで、ランフレーズってやつですね。タカタ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 カ、これ3つずつで音符をグループにしてあげてるんですけど、タララってのがワンセットですね。1,2,3,4 みたいな感じで、タカタ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 カ、で次のフレーズも3つずつ、タカタタカタタカタタタカタ、そしたらそのまま感想の最後です。
このまま B メロにつながっていきます。でそのままサビに流れて、同じように弾いておしまいという感じですね。この間奏部分はウクレレであんまり出てこないようなフレーズとか、チョーキングとかが出てきますので、ぜひ、しっかり弾いてあげると楽しいんじゃないかなと思います。という感じでちょっとざっくりとですが、弾き方の説明をしたんですけれども、この通り弾こうとするとすごい、結構難しいアレンジになってしまいましたので、まずは、自分の弾きやすい、奏法で練習してあげて、慣れてきたら、こういったアタックを入れながら弾く奏法だったりフィンガーピッキングの弾き方なんかを覚えていただけると、楽しくまた新しい弾き方ができるようになるんじゃないかなと思います。それではまた、別の動画でお会いしましょう。さようなら。